アルベルト・フェレール・リョピスは、スペイン出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。スペイン代表であった。現役時代のポジションは DF。クラブ便称で武骨なタックルが、持ち味のディフェンダーであった。地元 FC バルセロナの下部組織出身で、1989から90シーズン後半戦に CD、テネリフェにレンタル移籍し、19歳だった1990年に、 プリメーラディビシェオンデビューした。1990年夏に FC バルセロナのトップチームに戻ると、右サイドバックのレギュラーとなり、8シーズンの間クラブに在籍した。同じく下部組織出身で、守備的なウィングを務めていたセルジバルフアンと連携し、リーグ戦205試合に出場した。ヨハン・クライフ監督が指揮した、いわゆるエルドリームチームの重要なメンバーであり、 5度のリーグ優勝、1度の UEFA チャンピオンズリーグ優勝、1度の UEFA カップウィーナーズカップ優勝、2度のコパデルレー優勝、4度のスーペルコパデースパーニャ優勝、2度の UEFA スーパーカップ優勝を果たした。1997年にルイファン・ハール監督が就任するとオランダ人選手が大量に加入したため、1998年6月に ギジェルモアモールと共にクラブを離れ、移籍金220万ポンドで、イングランドチェルシー FC に移籍した。チェルシー FC ではすぐに、チーム内での立ち位置を確立し、1998から99シーズンには、クラブ初の UEFA、チャンピオンズリーグ出場権獲得を助けた。1999から2000シーズンには、FA カップで決勝に進出し、自身は負傷のために、 決勝出場を逃したが、3シーズンぶりの優勝を果たした。また同シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでは16試合中14試合に出場し、ヘルタ・ベルリン戦では、チェルシー FC 在籍期間中唯一の得点を挙げ、準々決勝進出に貢献した。2000から01シーズンには、度重なる負傷やジャンルカビアリ監督のローテーションを重視する方針から、 出場機会が減少し、リーグ戦14試合の出場にとどまった。2001から02シーズンには再び、FA カップで決勝に進出したが、今度は、優勝を逃した。2001から02シーズンと2002から03シーズンには、監督によく思われず、さらに若いディフェンダーとの厳しい競争などがあり、2シーズンで計7試合しか出場できなかったため、2003年5月に、 契約満了によって、クラブを離れ、33歳で現役引退を表明した。チェルシー FC では公式戦、通算113試合に出場した。代表1991年9月4日、オビエドで行われたウルグアイとの親善試合で、スペイン代表デビューした。スペイン代表は、ユーロ1992の予選で敗退して、本大会には出場できなかった。 1992年のバルセロナオリンピックでは、レギュラーとして出場して、金メダルを獲得した。1994フィーファワールドカップには、レギュラーとして出場し、グループリーグのドイツ戦、ボリビア戦で、それぞれ1アシストを決め、決勝トーナメント進出に貢献した。1998フィーファワールドカップでは、グループリーグのナイジェリア戦線の1試合に出場した。 ユーロ1996とユーロ2000は負傷で出場を逃した。現役引退後の数年間はいくつもの放送局でサッカー解説者を務めた。2010年10月後半、エールディビジのフィテッセ監督に就任し、アシスタントコーチにはアルベルトカッペエリアス、スタンリー・メンゾなどを起用した。15位でなんとかエールステディビジ降格を回避したが、 契約満了で監督を退き、公認のジョン・ファンデン・ブロム監督にバトンタッチした。2014年2月17日に、パブロ・ビジャから監督の座を受け継ぎコルドバ CF の監督に就任。就任当初13位だった順位を7位まで上昇させ、昇格プレイオフへ導いた。昇格プレイオフでは、UD ・ラスパルマスをアウェーゴール差で下し、 42シーズンぶりのプリメーラ・ディビジオン昇格を決めた。しかし、第8節の時点で唯一の未勝利で再開となり、10月20日に解任された。2015年6月20日、セグンダ・ディビシオンに所属する RCD マヨルカの指揮官の座に就いた。しかしクラブは降格圏に沈み、同年12月1日に解任が発表された。ありがとうございます。